僕も34歳なんですけど、ああいうパネルってやっぱテンション上がっちゃうんですよね。よくサービスエリアとかでもありますけど、思わず撮りたくなってしまうというか、やっぱパネルって魔力、重力がありますよね。ただ榎木さん、ちょっと恥ずかしそうにはしてましたよね。やっぱ34歳なんでも ちょっと恥ずかしいんですけど、思わずちょっと呪術廻戦の呪力によってはしゃいでしまいましたね。呪術廻戦ゼロのコーナーから始まるんですけど、まず思ったのがアフレコに参加したかったなという、僕は登場しておりませんので、普段声優をやっていても実は見ていないものがいっぱいあるんだなと思って、それこそ絵コンテとか見る機会あんまりなくて、書き込みがすごくて、あんなに書き込んでる絵コンテを僕はもう宮崎駿さん以外に見たことがないと。もう十分こう映像にこのままなっても綺麗だなってぐらい書き込まれてたので、すごいなと思いました。まあ、衣装もそうですけど、今回この呪術廻戦展のためにこうわざわざこう五条先生の例えば衣装とかも足の長さとかも再現してたりとか、身長だとか、あ、こんなに背高いんだとか、そういうのがなんか新たに発見できて、知らないことがいっぱいあったんだなと思って楽しかったですね。この展覧会でぜひ見てもらいたいおすすめのポイントを教えてください。やっぱりこうジグが実際にこう置かれているので、例えばパンダの腕とか劇場版ゼロで腕取れちゃうんですよ、ちょっと途中でやられて、なぜここの腕を置いたんだろう、腕の切断面がやっぱ綿なんだっていうところが、やっぱ呪骸ですから、もともと人形なので、あそこもね、細かくて面白かったですし、あと乙骨先輩のね、刀が置いてあって、後ろにこう映像がバーってこう3面スクリーンっていうんですかね、それがつながって映像になってたりとか、時には3面で違う映像になってたりとか、その刀からこう呪力が溢れ出している表現とかがすごい迫力があって、ここはぜひね、皆さんに足を止めてじっくり見ていただけたらなと思います。